もう少し北上すれば指輪のある祠に着くよ。景色が変わってきましたね。ブロディア王国との国境に近づいている証さ。ブロディアには険しい土地が多いからね。村も少なくなってきましたし、指輪の保管場所には最適ですね。ここから北は寒さもあってどんどん住みにくい地帯になっていく。歩いている者も全くいないだろう。はい、確かに辺りには誰も。いますね。何？うろ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 。本当だ。泣いていらっしゃいます。何か悲しいことがあったんでしょうか。胸の痛む光景だ。王族としてフィレネ王国内で悲しむ民を放ってはおけない。声をかけに行こう。あ、待ってください。私としたことがなんてミスを。そこの君、こんなところで泣いているとは。何かお困りかい？やはり驚きますよね。急に声をおかけしてごめんなさい。ヤッティー、助けが現れましたぞ。え、先ほど落とし物をしてしまったのでござるよ。人もおらぬし、すっかり困り果てており。ああ、私めはユナカと申す者です。お二人ともヨロピッピー。ヨロピッピー。へえ、流行りの挨拶か。軽快な発音だ。それでユナカ、落とし物ってなんだい？このような形でこのように湾曲し、黄色とわずかな橙色を施した言葉を話す指輪です。言葉を話す指輪？まあ信じられないかもしれませんが。信じます。もしかしたら紋章師の指輪かもしれません。詳しく話を聞かせてくれ。指輪は何を話していたんだい？確か神竜のところに行きたいとかなんとか。私のところに？あなたが神竜ですと？はい、申し遅れてすみません。私は神竜。そして僕はフィレネ王国第一王子アルフレッドだ。神竜にフィレネ王子？それは出会い頭に告げてくだされ。心臓が止まるかと思った。すまなかったね。それでユナカはどうしてその指輪を持っていたんですか？私めは旅をしているのですが、国境近くで突然女人の声が聞こえてきたのです。助けて、私を見つけて。あなたのすぐ足元にいるの。突然の声真似がすごいのですが、似てるかどうかがわからないのが悔やまれます。指輪を拾ってみれば、今度は私を神竜様のところにというではありませんか。ですが私めは神竜がどこにいるかわかりませぬ。頼まれても困りますと申し上げたところ、指輪が道案内を申し出てくださり、まずはフィレネ王都に向かうことになったというわけです。確かにここからリトスの地を目指すのなら王都に行くのが一番早いね。しかし途中で賊に襲われ全力疾走し、いつの間にか指輪がいなくなっており、どこかで落としたんだ。シクシクとなっている。まさにその時、お二方が来てくださったのです。話を聞く限り、ユナカが持っていたのは紋章師の指輪の可能性が高そうですね。もし暁の巫女の指輪ならいつの間にか祠から出されていたということになりますが。別の指輪が持ち込まれたという可能性もある。どちらにせよ実物を確認した方がいいね。ユナカ、その指輪一緒に探させてください。なんと、神竜氏が見つけてくだされば指輪も大喜びですぞ。まずはユナカが逃げてきた道を戻りましょう。ありませんね、指輪。誰かに拾われてしまったのですかな。
軍全員で見て歩いているから見落としはないはずだけれど。賊から逃げる前は確かに持っていたんですよね。無論ここを通る際、指輪と一緒にあの配送を見つけたのを覚えており。どうしました？配送に賊の姿が。え、私めを追いかけ回した賊どもであれば指輪を拾っている可能性がありますな。確かめに行きましょう。すっかり占拠されているな。ここを根城にしているのか。やはり奴らは先ほどの賊どもです。もしやとは思いますが、誰かが拾ってた。見つけましたぞ。本当ですか？ええ、あのこわもての者が持っている金属、間違いなく私めが拾った指輪です。どうだい神竜様、紋章師の指輪かい？距離がありすぎてすみません、よくわからないです。ユナカ、よくあんな遠くのものが見えますね。暗殺者は目がいいから。暗殺者？うわっ、観察者。実は私めは観察者なのでござるよ。いろんなものをこうじーっと、目の良さなら任せてくだされ。それよりここからいかがいたしますか？すべきことは二つに増えたと思うのですが。指輪の奪還と賊の討伐ですね。本来の目的をおろそかにはできないが、民たちにあだなす者を野放しにもできない。であれば手分けして向かいませぬか？皆で行動すると目立つゆえ、指輪の奪還には少数で向かうべきかと、私めに良き考えがあるのですよ。わかりました。では神竜氏は私めと共に。よしよし、ここからなら指輪を持っている輩に近づけますぞ。こんな道を見つけるなんてさすがです。真っ暗で辺りがよく見えませんね。暗がりに敵が潜んでいるかもしれません。気をつけないと。そのような時は私めにお任せくだされ。私めは目が良いので、暗闇や濃霧でも人一倍視界が広いのですぞ。しかし松明を手に入れられれば、神竜氏も私めのように視界良好となるでしょうな。いましたぞ。このまま奇襲と参りましょう。わかりました。お願い、どうか私を神竜様のところへ。高そうな指輪を拾っちまったぜ。売っ払ったらいい金になるかもな。お頭には内緒にしたかった。この人には声が届かないみたい。困ったわね。指輪の声がしましたぞ。あれは紋章師の指輪で間違いありません。ユナカ、取り戻すために協力してくれますか？キーなこと。元よりそのためにこのように二人して潜んでいるのでは。ありがとうございます。それからユナカのモノマネ結構似ていたんですね。照れますな。
あなた様の武器です。神龍様のために。指示をくれ。走りましょう。まだまだいけるな。遠慮しないで。悪くない気分です。王者のままに。お前ら明かりを消せ。へい、どうかしら。直せば良いだけのこと。視野を確保し進みましょうぞ。油断した。指輪を取り戻せました。イエス、暁のエンブレム。私は紋章師ミカヤ。この先のイメージが勝利へと変わったのを感じるわ。やはり暁の巫女の指輪でしたね。ユナカ、この指輪をあなたに託します。私に？族の討伐に付き合わせてしまいますが、この指輪を託すのはあなたがふさわしいです。紋章師ミカヤと協力し共に戦ってくれますか？もちろんですぞ。精一杯頑張ります。とも手強いですね。力を貸してください。よっ、衰える辛酸はない。耐えられるさ。行くぞ。良い鍛錬だった。
よっ。行きます。なぜだ。生き延びることができました。ユナカ、回復は私に任せて。私といれば杖が使えるわ。今なら私の力、あなたにも使えるはずよ。光魔法シャインで暗闇を照らすことができるわ。アルフレッド・マイル、
だくっ、せっ、うわ、見ていてくれましたか。空いたわ。かすり傷だ。万全ではないけれど。あなたを助けたいの。どんな卑怯なことだ。花は美しく。行きましょうか。行き先はどこだ？いい鍛錬だった。指差し嬉しいです。紋章師様、お願いします。
かったわ。この村の奴らなんざずっと前に皆殺しにしてやったぜ。出番かい？私にできるなら。幸運な方ね。
私の手で。バチが当たったってのか。なんとか片付きました。指輪を回収できたのはユナカのおかげですね。あなたが拾ってくれなかったら今頃私たちは空っぽの祠で困っているところでした。本当にありがとうございます。いえ。けれど最初に祠から持ち出したのは誰だったのだろうね。さっきの賊たちでしょうか。あのどうしました。私めは皆に謝らなくては。実は指輪は拾ったのではなく私めが祠から持ち出したのです。え、旅の資金が欲しくて祠を見つけた時金品の類があるかもと思ったのです。中に入って三返しの呼びかけが聞こえ導かれるままに指輪を見つけ高く売れそうだと思って持ち出してしまったのです。ごめんなさい。そうだったんですね。神竜氏とアルフレッド氏が王族だと知りついあのような嘘を。私めも先ほどの賊たちと同じいかなる罰でも与えてくだされ。売ろうと思ったのかい、この指輪を。はい。だが君はそうしなかった。本当に売りたかったのなら神竜様が指輪を託した時にそのまま一人で逃げることだってできたのに。暗闇の中あれだけ目が利くのなら僕たちを巻くことはたやすかっただろう。それなのに命の危険もある中最後まで戦ってくれたのはなぜだ。それは三ヶ谷氏を助けたいと思ったからです。最初は売ろうと思っていたのに話していると情が湧いてしまって会いたがっていた神竜と共にいてほしいと。これだけは嘘偽りのない気持ちです。ユナカは私に優しくしてくれたわ。共に戦った時も温かなイメージが流れ込んできた。邪竜の復活を感じて目覚めた私が誰かに呼びかけたのは初めてだったの。こうして巻き込んでしまったのは私のせいよ。ユナカは悪くないわ。事情は分かったよ。しかしユナカが嘘をついたのは事実だ。このフィレネ王国内で王族に嘘をついた者にお咎めなしというわけにはいかない。どのような罰でも甘んじて受け入れましょう。その覚悟があるのなら私たちに力を貸してください。え、実は私たち旅をしているんです。指輪を集めて邪竜を倒すための旅を。なのですみませんがその命を私たちに預けてくれませんか。というのはいかがでしょうアルフレッド。いい考えだ。僕らの軍はまだ旅立ったばかりで戦力に乏しいからね。ユナカほどの実力者がいてくれると助かる。わかりました。私めは精一杯頑張ります。ありがとうございますお二人とも。じゃあ決まりですね。ユナカ氏、ヨロピッピ。え？こちらこそヨロピッピですぞ、神竜氏。仲間も増えたことですし、先を急ぎましょうか。このまま国境を越えてブロディアに行くんですよね。ああ、城を建つとき母上がブロディア王に書簡を送ってくれた。神竜様を連れて国を訪れることはそろそろ王の耳にも入るはずだよ。ブロディア王国、一体どんな国なんでしょう。
そうですね。ああ、もしかして。すみません。え、やっぱりフルルの風車村で助けてくれたベイルですよね。こんなところで会うなんて偶然だね。また会えて嬉しいです。この前は急にいなくなったのでびっくりしました。ベイルはこの辺りに住んでいるんですか？私、旅をしてるんだ。探してる人がいて。探してる人？私の兄弟。どうしてももう一度話したくて。兄弟を、そうですか。家族と離れ離れなのは辛いですね。何か手がかりはあるんですか？ううん、すごく小さい頃に会ったきりだから顔もほとんど覚えてない。でもね、もらったものがあるの。これ。綺麗な石ですね。私のお守り。これがあれば絶対に会えるって信じてるんだ。素敵です。私も信じますよ、ベイルが兄弟とまた会えることを。でもあまり無理をしてはダメですよ。ほら、足に傷が。こんなのいつものことだよ。結構深い傷じゃないですか。包帯を巻いておきますね。あ、ありがとう。ごめんね、私なんかに。この前助けてもらったお礼です。気にしないでください。それに私たちはもう友達でしょ。友達を助けるのは当然のことです。友達？もしかして嫌でしたか？違うの、私嬉しくて。友達ができるなんて夢みたいで。それにこんな風に優しくしてもらったのもいつぶりだろう。それってどういう。ごめんなさい、もう行かなきゃ。ベイル、包帯ありがとう。また会おうね。行ってしまいました。はい、また会えるといいですね。